普段僕らが見ているトップリーグの試合ではそのなんかその観戦がものすごく単調 で真面目で静かに見てるだけっていうのがあって、なんとかそれを変えたいなってずっと思ってたんですけど、まあ、ある時スーパーラグビーのブルーズの試合を見てたら、あの上半身を青に塗った人がいたんで、あ、そしたらこういったことをやってみたら面白いかなと思って、そしたら、まあ、一人でなんかそういうとっぴなことをする人が出てきたら、あの、まあ、いろんな楽しみ方やっていいんだっていうみんなに思ってもらえたらいいかなと思って始めたのがきっかけです。10年前にワールドカップが決まって、実際に日本でそのラグビーワールドカップやっても人が来ないんじゃないかな、そうなった時にラグビーの日が消えてしまうんじゃないかっていう、あの恐怖感があったんで、なんとか僕もそこで盛り上げる、助けをしたいなと思っていたところに、まあ、こういうアイデアもあったんで始めてみました。あのびっくりするぐらい人が来て、いろんな国からも来ますし、日本の方も多いですし、もうすごく盛り上がってるんで、あの心配してたのが何だったのかなって感じで、まあでも嬉しいです、僕も嬉しいですね、これだけ盛り上がるっていうのは。まあお祭りみたいな形で今盛り上がってるんですけど、これがあの文化としてあの根付いていくっていうのが本当に望んでることなので、あの、まあ、12カ所開催地ありますけど、そこで今までやってなかったというような人がラグビー始めるだとか、今まであまり見ない行かなかった人がトップリーグ見に行くだとか、そういう文化が出来上がればいいなと思ってます。やっぱり細かいところまでやってくれって言われるので、小さい字なんかとかマークとかを書くのは難しいです。皆さんが楽しそうにしてくださって、主人の体を見て笑顔になってくださっているのはすごくやってて頑張ろうっていう気持ちに、あと20カ国はもう絶対やり遂げようと思います。